クリスティアン・ザ・ハリアスはドイツのピアニスト、指揮者。インドのジャムシェドプルで生まれる。パリでイレーヌ・スラバンとブラド・ペルル・ミュテールに支持する。1969年にジュネーブ国際音楽コンクール。1973年にアメリカ合衆国のバンクライバーン国際ピアノコンクールに。1975年にパリラベルコンクールに相次いで優勝した後。 国際的な活動に入る。ドイツ音楽の個性的で卓越した解釈で知られ、とりわけ、モーツァルトとシューベルトのピアノソナタ、ベートーベンのピアノ競争曲のそれぞれ全曲録音で名高い。その他に、バッハの平均率クラビーア曲集、ドメニコスカルラッティのソナタ集、モーツァルトのピアノ競争曲などを得意のレパートリーとしている。室内楽の演奏にも参加し、 アルバンベルク弦楽四重相談やグアルネギ弦楽四重相談、ライプチヒ弦楽四重相談、ハインリヒシフ、フランクペーターチンマーマンらと共演している。EMI の専属アーティストとして1979年にデビューして以来録音数も数多い。指揮者としては1992年にスイスロマンド管弦楽団を指揮してデビューしており、2000年には ロサンゼルスフィルハーモニー還元楽団を指揮して、指揮者としての米国デビューを果たした。2000年から2013年まで、ローザンヌ室内還元楽団の芸術監督を務め、引きぶりによるモーツァルトのピアノ競争曲全集を録音した。About Us ーケストラローザンヌ室内還元楽団。2019年6月7日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2019年6月7日閲覧、ありがとうございます。